こんにちは、ハワイとコナです。今日はですね、こちらのワンベッドの、カラニカイというコンドミニアムなんですが、綺麗にリノベされています。こちらのユニットをご紹介します。こちらフローリングはですね、全部新しくなっています。今玄関から入ってきたところなんですが、左手こちらがベッドルーム、それから収納もたっぷりあります。カラニカイは、バケレンできます。短期バケレンもできますし、それから、ペットも飼えます。ワンニャンカです。こちらがベッドルーム、それから今回この物件はですね、すべて家具付きでの販売になります。今ビデオに映っているものがすべて販売に含まれます。今のベッドルームの横がですね、収納がいろいろありますね。ちょっと開けてみましょうか。クローゼットですね、こちらクローゼットになっています。それから、こちらは、はい、こちらも収納ですね。たっぷり収納があっていいですね。あとバスルームもこのように非常に綺麗に床が、タイル張り、それからこのバニティも新しいですね。とっても綺麗にリノベされています。ここの天窓が個人的にちょっとポイント高いです。明るいですね。シャワーとそれから、バスタブもご覧のようについています。今のベッドルームとバスルームの横ですね、今廊下に戻ったんですが、こちらに、収納がこう壁際にあったんですが、洗濯機と乾燥機ですねがあります。今玄関から入ってきたところで、ここが、ここですね、ここに今洗濯機と乾燥機があったんですが、その横に温水器ですね。でこちらがキッチンになります。キッチンもですね、非常に綺麗にリノベーションされています。ご覧のように美しいタイルと、それからこのキャビネット類、それから、この大理石のカウンターと、非常に綺麗にリノベーションされています。食洗機ですね、食洗機と、それからもう全部本当綺麗にできてますね。これも新しいですね。キャビネット類、このまんまもうバケレンできそうです。電子レンジと、それから、オーブンですね。オーブンと、あと電気の、レンジ、大型の冷蔵庫、あ、給水器がついてる、ステンレススチールの大型冷蔵庫。キッチンの反対側からです。広さは全体で、およそ65平米ございます。ワンベッドワンバスで、全て家具付きですね。日本円で5000と100万円です。こちらが玄関です。玄関からキッチンですね。とても綺麗にリノベされています。床は全面このようにフローリングです。そしてこちらがリビングです。このねソファー、これ電動で、この足の部分、なんていうの、ここの部分が動くんですよ。ベッドみたいになるんです。こちらがリビングです。あとカラニカイ、非常に魅力的なのが、これエアコン今も快適にキンキンについてるんですけれど、電気代がですね、カ
管理費に含まれているんです。管理費は月額で、およそ669ドル、ケーブルですとか、それからインターネット、電気代、水道代、すべて含まれています。こちらがラナイになります。ラナイも美しいタイル張りです。でラナイがね、このように、スクリーンで囲まれています。目の前が、クワキニハイウェイなので、音がもしかしたら若干気になるかもしれませんが、ここももうリビングとして使いますね。ちょこっとですけど、まあオーシャンビューというか、あの先があのモクアイカウア教会とビーチですね。屋根付きのパーキングも含まれています。今ですね、これ、窓閉めた状態なんですが、そうしますとあのクワキニハイウェイの音もほとんど気にならないと思います。エアコンを使ってしまうとどうしても電気代が気になると思うんですが、電気代がすべて含まれている、管理費に含まれているのは非常に魅力的だと思います。こちらがですね、ハワイ島コナの、カラニ海というコンドミニアムです。ワンベッドワンバスで、日本円でおよそ5100万円での販売です。